おかしいだろ。何もかも間違ってる。お前はゲートを開けば人類を救えると言った。それがデイモスを倒しマラムに送り返す唯一の方法だと。ゲートを開いたことで邪悪な者たちを解放してしまい、地球は制圧され人類は奴隷と化した。待て、お前とはラムセス駅で会ってなどいなかった。あれはお前が植え付けた偽の記憶だ。言葉には気をつけろ我が子よ。私の気分を害さぬようにな。カリルにコンタクトを取りお前について聞いた。お前はとっくの昔に死んだと言っていた。私はこの目でお前が死ぬのを見た。ホールと一緒にいた時、彼女の心の中で彼女が真実を見せてくれた。ドクター、お前は誰なんだ。デイモスはゲートを開ける気だった。ドロスとの戦いに備えて地球を制圧するため、彼にはマラムの悪魔が必要だった。私たちには奴が計画していたことは分からなかった。だがサラホールが、彼女の信号がケベチェトに向かっていた。彼女の信号が現れたことが変だとは思わなかったのか。数年間消えていたのに。考えてる時間がなかったが、彼女を捕まえればテイラーを見つけ出し、デイモスの計画をつかむことができた。しかし罠におびき寄せられてるのは思いました。彼女は待っていた。私たちが来るのを知っていたんだ。デイモスはゲートを開けるのにテイラーを利用していた。彼を見つけるにはホールを倒して彼女にアクセスする必要があった。以前接続したことがあって、どう機能するかは知っていた。それは記憶の検索であり、情報の山であり、死を招く手段だ。しかし、これは違った。彼女にそうするよう頼まれたんだ。誰かとつながるというのは、相手の精神、心の闇、欲望のポータルを開けることだ。だがこれは彼女の深い潜在意識だった。こんなことが起きるはずではなかった。深い潜在意識はそれだけではないからだ。ゲートでありポータルだ。マラムに通じる。潜在意識は人の恐怖を、疑念を隠す。人の最も原始的な形であり、人はそこから逃げる。逃げることで人生をやり抜くのだ。だが潜在意識を利用するには、私がどうやってゲートを開けたと思う。しかしゲートを開けるには私が記憶を追体験しないといけないと言った。違う。私をお前の旅の始まりに連れて行けと言ったのだ。お前が恐怖のどん底に向かう旅の、そしてお前が記憶を追体験することを選んだ。ところで教えてくれ、お前は何を恐れる？頼む。なぜこんなことをするんだ。
なぜ私の心を乱す。こんなことをさせないでくれ。お前に選択権はない。あの子供を拾った時から、サラの恐怖を利用した時から、そんなものはないのだ。さあ、私を案内しろ。サラはお前に何を見せたがった？プロジェクトコルブスだ。2060年コアレセンスの3時の日、サラはデイモスが血管を、心を、そして魂に触れるのを感じた。奴は彼女のことを全て知っていた。そして彼女も奴のことを全て知っていた。彼女はサンジが事故ではなかったと知ったが、それはつまり、私はやるべきことをやった。この冷戦がウィンズローアコードとコモンディフェンスパクトが世界を二分し、私は人類が破滅するのを感じた。ラボで私は真実を見た。マラムを見たのだ。彼ら自身より強力な敵に対して彼らを団結させる方法を見た。デイモスを見た。お前がやったのか。お前がゲートを開いた。お前がデイモスを連れてきた。人類の救世主を連れてきたのだ。何年も経ってから私はポータルを開けるだけではダメだと気づいた。デイモスがサーバールームに閉じ込められ、思うような結果を生まなかったのだ。何か進展させなければならなかった。お前がテイラーたちを向かわせたあの騒動を引き起こしたのか。奴のアンデッドは限られたことしかできなかった。だが、DNI を持った人間なら、デイモスは彼らを使って地球を歩いた。ホールは彼らが何に足を踏み入れようとしてるのかわからなかったと言ったが、従うことしかできず、そこを封鎖した。そして地下のサーバールームにあるメインシステムにアクセスした。私たちは頑強に作られていた。 DNI によって危険なシステムにアクセスし、情報をアップロードする。私たちはデイモスがサーバールームを離れる絶好の機会を与えたんだ。奴は自分の領域を広げる手段を持っていなかった。私たちは奴を運ぶ入れ物だったんだ。そう言うと随分冷たく聞こえるが、これも人類のためだ。教えろ、サラは何を恐れていた？失敗だ。彼女はアカデミーで第二次世界大戦の戦いを学んだ。人々の勇気を見て、彼らの勇敢さに対抗できないことを恐れた。彼女には本物の勇気がないのではと恐れ、そこから逃げた。彼女はバストーニの悪夢を見ていた。潜在意識に足を踏み入れると恐怖に屈し、引き離されるままだった。私はついていった。彼女の心の奥には彼女を救う方法があるに違いなかった。
世界が崩壊し始め、奴の声が聞こえてきた。デイモスだ。サラ、私の声に耳を傾けろ。私は軍隊を手に入れる。国を手に入れる。残るのは彼女の犠牲だけだ。奴は彼女を破壊しようとしていた。そして私に阻止させるつもりはなかった。彼女の心は砕けつつあり、こちらの次元と奴の次元の狭間で引き伸ばされていた。彼女は私に引き返すように警告した。デイモスに彼女を渡すように。私は彼女に一緒にいると最後まで見届けると言った。コアレセンスの後に何があったか彼女に尋ねた。別次元の入り口で彼女の潜在意識に深く入り込んでいたな。お前はこの旅を利用しているように思えた。私が恐れていなかったとでも。怯えていたさ。私がやったことの埋め合わせはできなかったが、やってみるしかなかった。取り憑かれた時からホールは彼女の自分の体の乗客となり、デーモスが目的のために彼女を利用し始めても介入できない目撃者となった。やつは彼らをブラックステーションに行かせたかった。やつはお前を見つけたかった。やつに自由を与えた男に会いたかったんだ。奴はスタッフを虐殺して略奪した。なぜ奴は彼らを殺したんだ。私はそこにいなかったが、奴は腹を立てていた。自分の存在に関する文章を知って気を悪くした。まだとっておきの大暴露を行う時期ではなかったのだ。奴は怒っていた。データドライブの一部がなくなっていたのでアクセスできず、思うように情報を削除できなかったのだ。ヘンドリックスと私がドックから回収したものは、誰かが彼から隠したものだった。彼が来ると知っていた誰かが彼を止めようとしていた。デイモスはサラが私たちのどちらかに彼の秘密を漏らすことを望まず、私たちをあの記憶から引き剥がした。私たちはフォイにいた。もはやサラの目に恐怖は感じられなかった。私が長くとどまるにつれてサラは強くなった。実際にチャンスがあると信じるようになった。彼女は私についてくるように言った。彼女には見せたいものがあった。私に伝えたいものが。
私たちの前には礼拝堂があり、ホールはそこまでついてくるように言った。しかしホールに追いつくには、まずタイガータンクを通り抜けなければならなかった。礼拝堂の中で彼女を見つけ近づこうとした。だがデイモスには別の狙いがあった。やつは必死で私たちを引き離し、彼女の心から私を追い払おうとした。彼女に必要で私が邪魔だったのだ。彼女は近づいていった。理解してほしかったんだ。さらには理解できず、結末を見守るだけだった。人間は物事の始まりと終わりばかり気にする。その間何が起ころうと、人間にとってはただの経過でしかない。彼女は戦おうとした。究極の贈り物をしてきた頭の中の声と戦おうとした。究極の贈り物？デイモスは彼女を操っていたんだぞ。操作をやめることが究極の贈り物だ。選択からの解放、
抑圧からの解放。お前は愚かだ。結果から違う。人類が愚かなのだ。お前はテイラーを探すのを手伝うように彼女に頼んだ。次はどこに連れて行かれた？私はデイモスが何をどうするつもりか知らなければならなかった。アクイファー、サラは砂漠の要塞だと言った。ここは奴らの前線基地だった。デイモスはシンガポールのブラックステーションの情報にはアクセスできず、お前を見つけられなかった。奴はここに隠れチャンスを待った。そこへ彼女は連れて行かれた。わからないことがある。お前はこの事態を引き起こし、地球の壊滅を推し進めた。だがデイモスはお前を利用していなかった。お前は彼の操り人形ではなかった。お前に何の得がある？なぜこんなことをする？アンデッドの審判なのか？いや、我が子よ。ドクター・サリムは審判ではなかった。そんな大層な存在ではなかった。もっと取るに足らない存在だった。だった？待て、だったとはどういうことだ？実のところ、お前がそこまで妄想を抱くようになったことに感心している。お前は完全にこの記憶を忘れていたのだ。彼らはお前を見つけ、情報を求めて拷問した。しかし、これでは筋が通らない。お前は協力者で、奴を動かして解放した。ドクター・サリムは協力者ではなく、私が動かせる道具、手段だった。彼はどうしようもない理想主義者で、世界をより良い場所にできると、この私が人類を救えると信じている。彼は私が感謝するために彼を探していたと考えた。私だぞ、神が人間に感謝する？私は彼から力を奪うために探していたのだ。そんな今でもお前は真実から目を背けている。コルブスはシンガポールで破壊されたが、ゲートを開けるためには必要だった。だからサリムを生かしておいたのだ。彼は同僚のクルーガーと協力し、ジューリッヒのコアレセンス本部でゲートを開けるのに必要な新しいコルブスを作ってくれた。もうドクターは必要なかった。彼女はどうなるか知っていた。あとは彼女が犠牲になるだけだった。私の命令のもと、私の兵士となって永遠の破滅に加わる。私は道に迷った種族に過分な目的を与える人類の救済者、救世主だ。私はデイモスだ。その木は以前見たことがある。マラムへの入り口だ。教えろ、お前は何を恐れる？お前はアンデッドを恐れないし、死の願望もあるかのように全く可能性のないことに身を投げ出した。逃げ出そうとしているかのようだった。それは失敗なのか、人生なのか？違う、お前は過ちを、過去を恐れている。お前が最も恐れるのは付きまとう記憶なのだ。お前は彼女の犠牲を望み、彼女は私にお前を止めるよう頼んだ。私に終わらせてほしいと。お前に彼女の犠牲を与えないために。Yeah.
お前は諦めないだろう。彼女を渡さないだろう。彼女が自分を犠牲にすればお前の望むものを与えることになる。お前に与えないためには彼女を殺すしかなかった。お前は私に報酬を与えなかった。お前を元の世界に送り返すとすら来た。どういう形で終わるか知っておけ。これはだが、もうお前を手に入れた。ホールの心からお前に移ったのだ。じっくりとお前を片付けることにした。私が何者か、何を企んでいるか、さらに聞いたかもしれないが、そんなのは全部どうでもよかった。もうお前を手に入れたのだから。だがお前は変だったな。操ろうとしたが、何かが押し返してきた。何かが抵抗してきた。彼らがテイラーを見つけたと。彼はお前をカイロから追い出すことになるアンデッドの審判ハキムという男が管理するロータスタワーに拘束されていた。私はケインに急がなければならないと言った。お前を阻止するには急ぐ必要があった。知っておくべきことがあった。どうやってケインはデータドライブが分断されたと知ったのか。彼女がドライブを分けたのか。彼女は私たちには分からないことが多いと言ったが、どの道